タジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間は日本対名古屋グランパス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。このゲームは 4-5-1 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形成ですよ ね、右左に位置するサイドアタッカーですよね、はい、これが一つのポイントになりますよね。サイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい、さあ、このワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールでキープできること、ためを作れるということは重要になりますよね、はい、もしくはやっぱスピードのある選手ですね、うん、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい、今ファーストハーフがスタート。日本対名古屋グランパス、エキシビションマッチです。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、これいいですよ。シュート決まった。先制日本、素晴らしいプレーでしたよね。前半開始早々です。来ましたね、立ち上がりから。さあ、今のボールいかがでしょうか。そうですね、合わせたいいボレーシュートでしたね。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないと、こういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。さあ、日本、今日先制はこの早い時間でした。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。マテウス、組み立てながら攻め上がっていく。さあ、どうする。日本はここは大きくクリア。危ないシーンでした。ここはすぐ奪い返します。日本サイドへの意識が高くていいでしょうね。遠藤、アーチのようなパス、このパスは流れてしまいます。緩く狙ったボール、ここは通しません。スペースを狙う、このスルーパスは通りません。米本から大きく前線フィード、ここは対応します。遠藤、日本がこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。いいプレッシャー、もうこれいいでしょう。抜ける、上がっていけるか。来た、シュート、これはクリア。一旦前を取る、この位置で受ける、中へ寄せた、来た、キーパー、これ出る、どうだ。いや、もうギリギリのクリアって感じですよね。長い、さあ、カウンターのチャンスになります。緩いボール、このクリアボール次へつなげたい。ここで受けてチャンスを演出できるか。これはどうだ。さあ、シュート、
うわ、素晴らしい反応でした。いやー、ファインセールですよね。よく取りましたね、これ。名古屋、決定的なチャンスを収めることができませんでした。裏を狙う、いい形ですよ。チャンスを演出できるか、いけるか、フリーだ、来た、シュート、うわー、まだる、これはどうだ、ポスト直撃、これ出る、一打、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。いやー、よくこれ守りましたよね。気迫を感じましたね。あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。コーナーキックのチャンスになります。ここはショート、ここで入った、中央へ、いい形ですよ。サイドを使います。クロスを上げる、クリアです。このクリアボール、次へつなげたい、つなぎたいところだ。さあ来たか、バーサイド、いいボールだ、どうだ、もうこれいいでしょ、見た、うおー、来た、ついてた、素晴らしいゴールでしたね。これで差は2ゴールになりました。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあどうリスタートと思いきや、ここで笛。しかしこの通過点は驚きましたね。このまま終了したの雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね。後半期待したいですね。日本対名古屋グランパス、日本が2点を先取して折り返します。さあ後半キックオフ、内田上げてくる、どうだ、これはクリア。板倉、組み立て直します。キーパーから前線へ、いいボールだ、ここで受けてスルーパス、さあ一気にカウンター、裏のスペースを狙う、いいでしょ、打つか、古橋から左サイド、これはどうだ、いいプレッシャー、縦へのボール、取らないですか、レフリー、裏へ届くか、さあカウンターを仕掛けます、これいいでしょ、来た、かわす、いけるか、シュート、わー、ゲット、ナンバース、いやー素晴らしい。これで1点差まで詰め寄りました。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。冷静にこういった判断ができるのが素晴らしいことだと思いますけどね。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ名古屋あと1点というところ、できるだけ後半の早い時間に点を取ること、これが一番大切なことだったんですけども、はい、やってきましたからね。これで試合は分からないんですよ。スルーパスを狙う、いいと変えますよ、ボールが上がる、直接行ってしまいました。キーパーから前線へ、プレスからボールがこぼれる、いい形ですよ。右サイドへ振って、このボールはカットされます。中村、大きく前線へ、
名古屋としては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってますよね。そうですね、確かにそんな気はしていたんですけれども普通はどんどん寄せていきますよね。ですので今一つその意図が把握しきれずちょっと疑問に思っていたんです。こういった距離を空けることで、はい、自分の背後のスペースに出されないようにケアしてるんですよね。特にフライスルーパス対策などで非常に有効的な守り方ですよね、はい、なるほど、相手に回り込ませないための感覚だったんですね。そうですね、シュート、もともとミドルが得意なプレーヤーですからもう隙があれば打ってきますよね。ミドルシュートに行きました。フィジー、伊藤から縦へのボール、ここは通しません。長いボール縦へ、激しいボールの奪い合い、カット、さあ来たか、どうだ、ルーズになる、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。コーナーキックです。上げてくる、どうだ、ここ拾って次につなげたい日本。どうする、ミドル、名古屋同点のチャンスでしたが決まりませんでした。決まってればね、決めてくださいんですよこれ。藤井ミドルシュートを打っていきました。裏へのスルーパス、抜きに行きます。バーへのボール、この後ですよね、ちょっと切り替えたいところですよね。スルーパスを出す、いい展開ですね。もうこれいいでしょ、古橋、山本から長いボール縦へ、裏を狙っていきます。いいでしょ、裏へ飛び出した、ここで受ける、いけるか、抜けた、勝負のシーン、とゴールラインを割ったところで終了のホイッスル、一歩及びませんでした。2対1、激闘を制したのは日本。さあ終わりました。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。